し。というわけで、というわけでっていうのもあれなんですけど、ゆるゆる Vlog を撮ろうかなと思ってる日でございます。といってもなんかこう、特にやることもないんですけど、友達とご飯行って、髪切る予定があるんで、友達に電話しまして、髪切る約束も取り付けたので、そんな一日になると思います。ちょっとね、またゆるゆるなんですけど、お付き合いください。ほい、よし。でちょっと靴ひもつけなきゃなと思ってたんでつけようと思います。ちなみに靴ひもがペダックっていうメーカーが好きで使ってるんですけど、これは綿でできてるんでちょっときなりっぽい色してて、これつけるだけでスニーカーちょっと雰囲気出るので気に入って使ってます。ただ使ってると汚れていくので定期的に変えてるので、今回ちょっと入れ替えしたいと思います。特にこういう系のスニーカーだと真っ白なポリエステルの靴ひもつけちゃうとちょっと雰囲気が損なわれると思うんで、僕は綿のやつを使うようにしてます。で中こんな感じですね。よいしょ。これちょっときなりの靴ひもです。120cm、 ローカットのスニーカーばっかなので基本 120cm です。特に靴ひものこだわりとか正解は知らないので結構適当です。適当だしこの作業結構苦手ですね。めんどくさいですよね、ひも通すの。そんなね見られることないんで大体でいいと思うんですけどね。結構美容師あるあるなんですけど、美容師はスニーカーをすぐカラー剤とかで汚してしまうので、もうね諦めてるんですね、そこは。やっぱ秋冬はねブーツメインですけど、春夏はねスニーカーがね登場してくるので、もうね春の準備をしていかないといけないですね。よし。はい、よいしょ。こんな感じで、こんな感じって見せるものでもないですけど、このバンズがページのスウェードで、このねこのラバーのところももともとちょっときなりっぽい感じなんで、このね面のちょっときなりの靴ひもがバッチリ合うようになっております。なんでちょっとオールド系のスニーカーの時はこういう靴ひもがベストだと思っております。よければ試してみてください。Amazon とかでね、買えますんで。僕は東急ハンズで買ってます。よし。そしたら、ちょっと昼ご飯を食べに行ってきます。おしゃれすぎるよね、これ。なんでさ、パンが黒いの？こういう感じね。どういうシステム？何パンっていうの？わかんない。チョコレート味かもしれない。チョコレート味はやばい。うん、バイミースタンドみたい。確かに、バイミーみたい。うん。何パンは何味？焦げ味。
嘘でしょ、それは。嘘です。何味とか、いや、そのなんか余計な味じゃない。パンって感じの方は。ポテトがうまい。カリカリタイプ大好き。うまい、マジで。これなんか変なおしゃれな味付け苦手だからさ、うん、シンプルで。お土産に持って帰ろうかな。今ね、ちょうど家が切れてたんで、ブラウンアルケミストっていうメーカーのハンドウォッシュとボディクレンザー買いました。おしゃれでしょ、かっこいい。竹替えだよ、竹替え。いや、これね、中身もね、すごいいい匂いで。ゲットしました。いいね。さあ、じゃあ、一服しましょう。行くか。山崎賢人みたいにしたんですよ。病室で飲み物飲むときに首を動かさずに飲む。え、全然お手本。いつも何でセットしてるの？これもちょっとセットしてる。いつも何もセットしないですよね。風でやったらいい方。そうだよね。何もつけないし。パーマのおかげです。80待てるといいよっていうこと。それ何？エレベート。ん？エレベートっていうことです。エレベート、うん、何これ、うん、どこが出した？デミじゃん。デミです。これでもいい。もう別に普通の普通のワックス。ワックスとあの8番がマットと、ああそういうこと。9番がジェルワックス。ああそういうこと。なんかあれウェーボみたいな。ウェーボ。あ、ウェーボってデミだもんね。ウェーボと同じ匂いですよ。あ、嘘。カチカチ系ジェル。え、カチカチ系のジェル。がっつり固まるんですよ。あ、超ちょいパリ。アリミノのやつみたいな。ちょいパリね。ちょいパリにする。ちょいパリ。しないしないしない。ちょいパリです。エレベートね。なんかこれはあれな、あの美容室でしか買えない。うん、だからいいと思って。確かに大丈夫、うん、取り寄せてみよう。てかスタイリング剤置いてたっけ、君のところ。置いてるわ。え、置いてんの？置いてるわ。あ、そうなんだ。スタイリングするよ。は、え、違う違う、販売。あ、販売は一般はそんなしない。してないよね、うん。
天板はあの基本的にアリミのじゃないアマゾンのおすすめし。毎回言う。それワックスどこで買いますか。アマゾンで買います。完成しました。てかしっかり取ったらいいやん。いやなんか恥ずかしいじゃん。